香川京子は日本の女優。本名は牧野京子。茨城県行方郡朝尾町生まれ。東京都立大重高等女学校卒業。身長162センチメートル、体重45キログラム。生まれてすぐに父親の仕事の都合で兵庫県の足屋へ移る。小学校に入る1年前に、 東京に戻るも女学校に上がった1944年に空襲を避けるため茨城県の下立に疎開。間もなく母親が麻生町に疎開したため自らも麻生町に戻る。女学校時代は勤労奉仕ばかりで勉強することはあまりなかった。1945年に東京に移り住む。1949年に女学校を卒業。 東京新聞主催のニューフェイスノミネーションに合格し、新東方へ入社する。一般会社の入社試験も同時進行で受けており、最終面接とニューフェイスのカメラテストでの最終試験が重なってしまうが、母の助言もあり、女優の道に進むことになる。1950年、窓から飛び出せでデビュー。芸名は映画会社で用意されていたものがしっくりこず、 家族と自身で考えたもの。大手映画会社間の誤社協定ができる前の1953年にフリーになったおかげで、各映画会社の黄金期の多くの巨匠たちの作品に出演するという幸運に恵まれている。本人は個性のない普通の雰囲気が使いやすかったのだと思うと謙遜して答えている。姫百ゆりの塔への出演が天気になったようで、 女優としての意義を意識するようになった。監督の今井正氏からは、役づくりのために役になりきって、姫ゆり学徒隊に志願した理由を書く作文を書かされ、とても勉強になったと述べている。続いて、成瀬美京監督の作品に、次々に出演し、爽やかな演技で人気女優となる。溝の口健次監督の、近松物語ではヒロインを演じ、初の人妻を演じる。 本人の思い出に残る作品であり、できるまでやらされ死ぬほど辛かったが、芝居の基本を教えてもらったと振り返っている。黒沢明監督の作品にも多く出演し、黒沢作品の看板役者であった、三船敏郎の恋人役や妻役を演じることが多かった。黒沢作品において、三船とは9回の共演回数を誇る。特に思い出深い作品は、 悪い奴ほどよく眠るである。1963年に結婚。1965年、赤ひげに出演して、以降、出産を経験。新聞記者であった夫の海外赴任先である、ニューヨークへ同行し、映画の世界を3年ほど離れることになる。ニューヨーク在住時には1965年来た、アメリカ大停電を経験している。 1968年に帰国。テレビドラマ、舞台へ主軸を移す。テレビドラマでは、石井福子、橋田菅子両者の作品に多く出演した。映画撮影時の記念アルバムなどの資料は、東京国立近代美術館、フィルムセンターに寄贈され、展示室で公開されている。そうした映画保存活動への貢献が評価され、2011年10月24日に、 第24回東京国際映画祭の会場で日本人初となるフィフーフ賞が授与された。フィフーフ賞受賞記念として映画祭で香川京子と巨匠たちとして旧作品特集上映され、また東京国立近代美術館フィルムセンターで映画女優香川京子として45作品特集上映され、企画展示室にて映画女優香川京子展として 特別展示された、東京のヒロイン、東京物語左は原節子。ありがとうございます。